はい、皆さんこんにちは。センターバック研究所、今回はですね、プレミアリーグ第3節リバプール対チェルシーのハイライトから、センターバック目線でハイライトを振り返るみたいなところをちょっとやってみたいなと思ってて、ハイライトでセンターバック目線で気になったところをちょっと解説していきたいと思います。これダゾーンのハイライトで確認してもらったら分かるっていう体で話します。まずでかい相手に対してどう対応するかみたいなところの2分のシーンに、チェルシーのどうしようかな、リバプールのセンターバックじゃあ2人、マティップ、ファンダイクで、ルカクがここにいて、マティップがこうついてますと。これマティップなんだけど、これね、2分のシーンで、まあ、結論言うと、これルカクに入った時にマティップがこうくっつきすぎて、ルカクの、腕というかこうくるめられ、ひっくり返されるっていうシーンがあります。結局ルカクがここで入れ替わって、マティップ完全に置き去りにされて、まあ、その後のファンダイクの対応も慌てずこう中閉めて、結局はゴールに至らなかったんだけど、でここサイド出されると、でゴール前で惜しいチャンス作られるっていうねシーンなんだけど、まずそのマティップの対応として、こうでかい相手に食いつきすぎると入れ替わるなってところがまず一つです。もう本当これだけ、覚えておいてもらえばいいかなと思います。それがまず2分のシーンでした。ファンダイクのプレーをちょっと分析したいなと。ファンダイクのルカクに対してのディフェンスが心理戦も含めてやっぱすごいなって思いました。これ何かというと、ファンダイクのシーンを見てもらったら、あ、こういう対応するんだっていう、こう違いが分かるというか。で何をやったかというと、5分50秒ぐらいのシーンで、チェルシーがこうサイド揺さぶって、まあ、めちゃくちゃいいカウンター打ったんですけど、これマウンドのボール持っ てルカクがここでポストプレー行きます。で、まあ、チェルシーの選手マティップもここに帰ってきてて、遅らせれたと思うからここをカットいけるかなっていうぐらいの枚数だったんだけど、ここあえて飛び込まずに自分の片手ぐらいの距離でルカクを見てて、絶妙にやらせるんですよね。で反転したら体入れるよぐらいの、こうちょっと前開けて、こういう風に、こういう風に見てる感じで見てるんですよ。だから、ルカクも、なんだろうな、ああ、いいよ、やっていいよ、やっていいよ、ポストプレーやっていいよ、みたいな感じで、まあ、ポストプレーこう、マウンドに簡単に戻します。で、戻した時点でもうボランチとか帰ってきて、こういう風な、まあ、状態まで遅らせられるというか、遅らせられたんですよ。で、これがまず一シーン。その後の対応も良かったけど、まあ、絶妙にやらしたなっていうシーン。で、その次のシーンで、ロングボールの流れから、こんな状態になって、コバチッチがここで拾って、ルカクにつけて、結果、ルカクにここをつけて、ワンツーから、まあ、マティップがこう帰ってきて、シュートまで持ってかれたけど、そんな強いシュートじゃなかった。キーパーに抑えられたってシーンだったんだけど、この時もファンダイクがここにつけられた時に、さっきと同じでこう片手でこう見ながら、いいよいいよやってみたいな、反転したら取りますぜみたいなぐらいのこうところにいるんだよね。で結局ここ走ってるのも見えたし、マティックがちょっと遅れてるのも見えたから、ちょっとここに対してちょっと次もしこのパスが近かったら行くよぐらいの感覚でやってるんだよね。でもマティップがギリギリ間に合いそうだったから真ん中残って、結局シュートがこう弱ってくる。ここでもしこの走った選手に対して先にこっちに引っかかったら、ルカクにこっちターンされるかといって、自分がこう強いパワーある選手だから、ここでもう刈り取っちゃおうってなったら、またさっきのマティップみたいにこっちに反転されたりとかする、簡単にパンって使われたりとかするから、ここを我慢したっていうところ で、この2シーン、この最初の2分のマティップの入れ替わりからのファンダイクの最後の2シーン、まあ、相手に絶妙にやらせるっていうシーン、これがすごい勉強になって、これ何かというと、ファンダイクって、プレミアでちょっと前に1対1ずっと負けてなかったっていう、まあ、記録みたいなのを作ったりとか、めちゃくちゃ1対1強い選手なんだけど、なんでこれ1対1こんなに負けないんだろうなと思ったら、やっぱ結構やらすというか、体格すごい恵まれてるし、あのテレビとかでもルカクと並んで、切り取られてたけど、そんなに変わんないというか、
まあ身長もあるしごついんだよね。だから多分パワー勝負で言ってもそう負けることはないと思うんだけど、だけどルカクに対しては飛び込まないっていう、強いって言われてる選手、特徴の選手に対しての駆け引きの仕方を、このぐらいパワーがある選手でもやってるんだっていうのですごくやっぱり改めて勉強になるというか、強い選手でもう体つけられたいんだよね、やっぱり体つけられて入れ替わりたい。でも実際やらせるのって嫌だし、実際やらせてパス、叩かれてゴール前までやっぱチャンス作られるっていうのはもうそれはそれでもしょうがないって思ってる。で最後のところで自分が取り手になってクリアすればいいやぐらいの感覚で思ってるから、だからここでこの選手に対して自分がインターセプト狙ってインターセプト取って1対1俺強いじゃないんだよね。やっぱりこうあの相手の特徴とか見た上でじゃあパワーで勝負するんだったら自分はその土俵に立つんじゃなくて最後のところでどうやって取ろうかとかっていう風なことを考えてプレーしてるから、このレベルの選手でも、まあ、ルカクがめちゃくちゃ強いのかもしれないけど、パワーある選手に対してはそうやって対応してるんだみたいな。で最後のところでちょっと一個前のシーンでも最後のところで遅らせたことによってマティップがクリアしたり正面に入ってシュートブロックしたりとか、このシーンでもギリ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 までこう帰らせて結局最後はキーパーのところで自分の真ん中で折り返しに対して対応できるとか、このなんか割り切りみたいなところがすごく感じられたんで、そこを2分のシーンと最後の2シーンちょっと比べながら見てもらえたらいいかなと思います。ファンダイクのこの絶妙にやらせるっていうシーンでした。